何もないですね。これから買い物するぐらいの。女子はこうよ。俺がめっちゃ AK ビッグウェーブインダハウスよ。はい、今回は新企画、食室グルメやります。ヒビヒビゴー。はい、新企画です。やっとできます。前も話したと思うんですけど、ロケットニュース24の佐藤記者の記事で食室グルメがあるんですけど、その記事読んだらどうしても俺も職質されたくなっちゃってね、うずうずしてたんですよ。でもなかなか職質されなくてね、もう忘れてました。そしたら職質されたんですよ。ちょうど買い物がてらウォーキングしてたら、背後から険しい顔をした2人の警官に呼び止められました。何もないですね。これから買い物するぐらいの。もう今しかないと思って勇気を振り絞って聞いてみました。聞きたいことがあるんですけど。はい、お願いします。お昼とかなんか美味しいお店あります？食べる。これですか？はい。どんな、何系ですか？はい、不思議ですよね。一瞬でピリついた現場が和みましたよ。ロケットニュースの記事通り。どんな、何系ですか？いや、なんでも俺好きなもんないんですけど、なんか好きなところないですかね、ランチ食べる時。ああ、そうですね。一応中華とかは結構あるんですけどね。はい、このうち右まっすぐ行くと、こうした結構なんか銀水っていう中華さんとか、はい、その向かいにはその定食屋さんとかあったりとか、はい、あとこの通りにもラーメン屋さんがもう一軒あるんですよね。あとは結構食べますよね、多分ボリューム。誰がデブじゃい。はい、どうぞ。この辺だと、あと裏もバンスーキーとか、まあそこはまあ、まあそうですよね。あまりにもたくさん提案してくれるんで、おまわりさんの定番を聞いてみました。いつもどこで食べる？いつも僕らコンビニとかですよね。いや、そうなんですか、ね。はい、あとは手前とか。でもさっき手前遠いですよと。あ、出前遠い、うん、あれば教えるんですけど、ちょっとね、ボリュームチャージがあんまり。いや、ボリュームじゃなくてもいいですよ。あっちで、はい、あっちの皆さんにちょっと聞きましょう。ほんと親切。もう一人のおまわりさんに聞いてくれました。なんかもう自分が好きなとこでいいんですけど。そうですね。青木とかお蕎麦屋さんとかですか？はいはい、マイバスケットの近くです。あ、あそこ降りたことないです。意外と多いんですよ。意外とって言っちゃいあれですけど。じゃあそこ行ってきます。あ、ありがとうございます。あ、助かりました。はい、ということでそのままの流れで行ってまいりました。職質された場所から徒歩3分、都立大学駅から徒歩1分のところにあるお蕎麦屋さん、大菊総本店。創業なんと昭和20年という老舗でございます。昔ながらの町のお蕎麦屋さんということもあって、店内はにぎわってました。メニューも豊富です。この企画は急にやることになるんで、さすがに動画撮影はできません。他のお客さんもいるしね。料理も美味しい状態でいただきたいんで、写真のみです。まあ気になったらぜひ足を運んでみてください。それで僕が選んだメニューは、おすすめセットのカツ丼と小だぬきセット。もうめちゃんこ腹が減ってたんで、カツ丼大盛りにしました。小だぬきは温かいそば。はい、着丼。先に結論言っちゃうと、バカうまです。昔ながらのお蕎麦屋さんの感じで、濃い味付けでボリューム満点です。はい、それでカツ丼の肉、これね、厚くもなく薄くもなく、ちょうどいい厚さでね、バカうまです。で、カツ丼の味付けは甘めなんですよ。それに対して蕎麦がキリッとしたしょっぱさのある濃い味付けなんですよ。だからそのカツ丼 to 蕎麦、蕎麦 to カツ丼、このラリーがとっても絶妙です。ただ麺がちょっと柔らかかったかなと思ったけど、まあ僕的にコシがある方が好きなんですよ。なんでまあ気にならない人は気にならないか。そりゃそうか。だから今度来た時は冷たいそばを食べてみようと思います。あったかいそばはこういう感じになるかもしれないしね。まあただそれよりそばの汁がめちゃくちゃうまいんですよ、このしょっぱ辛い感じが。で、食べてくうちにタヌキにも味が染み込んでってバカうまだし、汁を探っていくと中にお麩が入ってるんですよ。もうお麩にどっしり汁が染み込んでバカ
ウマです。ラッキーオフ。はい、なんだかんだであっという間にペロリでした。店内は衛生面もしっかり対策されてたし、結構一人で来店するお客さんも多かったですね。いやー、ここはまた来たいなと思いました。今度はお酒を飲んで冷たいそばで締めようかな。そば屋で飲むの好きなんですよね。はい、とっても美味しいお蕎麦屋さんでした。この企画は職質されないと実現されないんで、次回はいつになるか分かりません。また職質されたら報告します。それではまた来週。フェダド。僕ってそんなに怪しいですかね。